都伝統産業ミュージアムに来ております。さて、お送りするのは私、上村直美と、そして、はい、高橋子です。増谷高雄のおかみですよ。さて、今日2人でお送りするんですけれども、はい、どんなことをお送りするか、後ほどお楽しみにしてください。行ってきます。入ります。全然合ってない。バラバラ。中国と直美の共産法。なんかね、ベタベタな感じで始まりましたけれども、すごいですね。私、元読売テレビの上村直美なんですけれども、今日はなんと、はい、西陣織の老舗の増谷高雄という本物ですよ。すごい帯屋さんの4代目当主の高雄修子さんと一緒にこの YouTube お送りしてまいります。今日から始まった YouTube ですよ。もう何が起こるか分かりません。修子さんと私は同級生です。同学年です。このおばちゃん2人がどうなることやら。まあ言うてもですね、修子さんは帯のプロだから言葉も失ってないですか。修子さん大丈夫ですか。本当は修子さんが喋るんですよ。今ね、聞いていた。聞いちゃダメ。もうすごい聞いていた。じゃあこの YouTube のコンセプトを修子4代目当主から伝えていただきます。本当あっち見て、ね、私たちあっち見て、ね、帯と着物のことについて喋るね。まずはね、帯と着物について喋る。他何喋んねん帯屋が。それをあの京都の街をいろいろうろうろしながら喋るっていう、京都で生まれ育った修子さんがとっておきのおしゃれなスポットとか美味しいお店を教えてくださるというので、それを楽しみに私来たんですよ。で、私は本当に着物が好きで、増谷高雄さんの帯も今まで買ってきましたし、これからいろいろあのコーディネートとかも教えてもらいたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日やってきたのは、はい、京都伝統産業ミュージアム。伝統産業ミュージアムですね。はい、はい、何しに来たんですか、修子さん。今日は目が泳いでますよ。伝統産業に触れ合う日。そうなんです。もうここにね、伝統産業がギュッと凝縮しているそういう空間が。そうなんですか。待ってます。おお。待ってます、直美さん。ただね、そう、やっぱりね、最初は私たちのコーディネートをちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですけど、いかがですか。そうですね。素晴らしい。今日なんて対照的な私たち。多分普通の方が見るとなんかなんてちぐはぐな二人だろうなって思うと思うんです。はいはい、私は今日のために一丁羅を着てまいりましたよ。あのこれは付け下げですよね。はいはい、付け下げに増谷高雄さんのこの帯すごいですよ。私はね、手畑の一品でございます。清水の舞台から飛び降りた感じで買ったです。帯なんで、3回ぐらい飛び降りてもうなんか骨折っちゃうぐらいの勢いで買った帯なんですけれども、まだ読売テレビに勤めてる時にお金をたくさんね稼いでた時に買ったんです。もう今は買えません。帯さんは本当素敵。帯さん大好き。これツーンってしてそうじゃない。美人の人は、美人の人はツーンってしてないね。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあ褒めていただいておくわ。褒めてる。ありがとう。これは松の帯ですよね。私おめでたい帯と思って買ったんですけど、そうです。合ってます。あの基本的にはすごくおめでたいお席にぴったりなんですけれども、はい、あの今日の着物 の、 あのお柄付けで言うと、はい、こうあの喧嘩しないですよね。あ、あのね、うん、私は結構着物普段の洋服が黒とか白とか茶色ばっかりだから着物はすごく綺麗な色ばっかり持ってるんですよ。だからいつも人から言われるのは春らしいねってよく言われてしまって、秋っぽい着物がなくて、で秋っぽい着物を探したら唯一これ、あ、これ素晴らしいですか。セリファとかちょっと秋っぽいでしょ。セリファに、うん、これ効くですかね。でこれ多分あの唐草系と草系した草系ですね。もうこれもう本当に秋、はい、あの季節感が満載なんですよね。はい、でね、この黄色とこの黄色をちょっと合わせてみたんですけど、どうですか、プロから見て。なるほど。あの色って言えば、色って言うあれば、あのごめんね、ごめんね。着物の帯と、あの着物と帯の角がぴったりと。ああ、角がね。角がぴったり。そしてあの松っていうのは常緑なので、うん、別に年がら年中いつ閉めたっていいんやけれども、うん、なんとなく合わなかった。違うの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 。あのこれから。ここはこれからを思う気持ちが、うん、あ、これは今を表してる。あ、そういうなんかあの素敵なストーリーがね、そう、金未成行動
近未来コーデ、素晴らしい、はい、今出てきたね適当に言いました、今出てきました、さすが4代目当主、そう、それがすごい素敵やなと思って見ておりました。で、なんかあの、うん、帯締めは紫に合わせて、うんうん、で、帯揚げはここのちょっとピンクに、うん、紫ピンクに合わせてみました、はい、濃淡で綺麗に、はい、合わせていただいて、でね、あの、あとここのグリーンが本当にいいの、あのね、紫とグリーンっていうのはすごく対照的な位置にあるんだけど、ものすごく相性のいい、うん、あの配色、お色合わせなんですよ。あ、ね、じゃあ今日は結構正解な感じですか。それで素人ながらプロっぽいの。あ、どこら辺がプロっぽいの。だからグリーンと紫っていうお色合わせを持ってくるのもすごくね、あのプロっぽいの。シャスさんはもうめっちゃカジュアルですよね。すいません、つむぎでね。すいません、もう全然違う、まあ、でも、マスク島の帯って私ついついフォーマルばっかりにしか合わないと思ったんですけど、意外や意外、紬に合いますね。思いっきり紬に締めてるんですけど、はい、だからあの今日の直美さんのコーディネートは多分一般的に年金って帯を普通の人が想像した時にこういう感じだよね、だからこういう時にしか締めらんないよねっていう一丁羅な感じですよね。そうそうそう、うん、っていう、もうでもね、本当にピタッてハマるこういうコーディネートだと思うんですよ。でも年金っていう帯、同じ年金ツール錦っていう同じ材料を使ったうちオリジナルの年金糸っていう糸で織ってるってことが特徴なんですよ。これもそうなんですか。そうです、同じなんだけど、なんて違う感じって。確かに、なんて違う感じ。それでいて、なので、あの、今私の代になって少しずつ広げてるのはコーディネートが広がるように、またこの微妙な色合いがカメラに映りますかね。すごい微妙な上品ですよね。そうですね、本当に、あの、今日はあの柄がない、柄が、え、でも柄ありますよ、地紋あるんですけど、地紋は何ですかこれ。地紋ブドウカラクタで、お、本当にあの、まあ、季節も問わず、あの、いわゆるね、あの、なんだろう、あの、正倉院でね、正倉院文様で一番多く出現するとされている、はい、あの文様でございますね。可愛らしいです、うん、とっても。あ、いただきます。こんな私たちもういけと、もういけと、ディレクターから指示があったんで、もういけと、中の方のご説明をさせていただきます。まあ、説明するのしゅうこさんですよね。私じゃないんですもん。じゃあ行きますね。マスタカ。ここを一周ぐるっと回ると京都の伝統工芸が分かるよっていう、そういう、はい、あのミュージアムでございまして、ね、ヨーロッパの人とか大好きですよね、はい、伝統とか工芸とかも、ね、世界の皆さんが京都大好き。私も大好きですけど、週に3日以上はいます、京都。昨日もいました。でここからが、そう、2時間もかかるのよね。これ、いいんですか？ここから、はい。あの、はい、ずっと、あの、あちらの方、奥の方でずっとつながってるんですけど、もう、私の大好きなお茶のお道具とかの作り方とかもいろいろ展示してあるみたいですよね。しゅうこさん、この伝統産業ミュージアム、具体的にどういうとこなんですか？うん、これはね、京都市が定めた74品目の伝統工芸品を一堂に見ることができる、そういう場所なんですよ。74クラフツウォール。例えば、はい、ね、例えばまず第一番見てくるのが西陣織でございます。やった、皆様、すごい西陣織でございます。で、そこから、いろいろありますね。の文化やったり、あとやっぱり神さんや神社やお寺いっぱいあるじゃないですか。そこに出前盛り伝えられてる衣装とか道具とか、本当に74品目もあれば、私も全然知らん、こんなんどこみたいなのもありますよ。京都に住んでるしゅうこさんですら知らないものもあるんですね。例えばこう見てください、65番、いや、こっちの方を見ると西陣織、京鹿の子、京友禅、京古門とかあるのに、知ってますよね、こちらの方、いやって言うと、なんか矢の方をちょっと申し訳ない、ディスってるような気がしますけど、そうじゃないんですよ。そうじゃないです。矢の方も素晴らしい、そう、京漆工、京畳、知らないね、74品目もあれば、でも、いろんな、ほら、こうやって全部に京って作るんですよね。畳を作ってでも良さにもあるけど、多分京畳っていうからには何か違うところがあるっていうことを、これは多分訴えてるんじゃないかな。京都市が認めた74品目ってことですね。そうですね。一つ一つちょっと見てっていいですか？どれ見ます？結納とかの、そうそうそう、水引き、水引き、はいはい、すごいよね。可
飾りね。真由美の上さんも亡くなっちゃったよね。だけどこう、この下ですか？そうそう、由美の下。いやそう、今ものすごい見に行っちゃった。そう、動揺しちゃったよ。なんで動揺するんですか、しゅうこさん。いや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 、しゅうこさんの旦那さんも知ってます、私。ちょっといろいろな関係があって、どじ上げております。もう汗が出ちゃうね。汗が出ちゃう。だからカラカミすごいですよね。芸術的なこのカラカミ。注意されちゃいました。アナウンサーなんて声は大きくなっちゃうんですけど。リアルですよね、なんかね。大丈夫でしょうか、続けても。すみません。いやこれかっこいい。これ私の好きなお茶の方とお茶のお道具を入れる、お道具を入れる箱なんですね。でなんか、はい、これも、あ、あっち、うん、いきなり今日差し、あ、体験できるんですね、ここで。組の塚は面っていうのは、はいはい、私らの旗をもの組み立ても同じなんでしょ。肩折りの旗も釘を使わないの、使わないの、引っかかっちゃうからだって言って、これもね、こういう釘なしで、これは本当にこう木と木がこう入っちゃうんだけど、私たちのやつはね、こう爪って言って、うん、あの、なんだろう、釘の代わりみたいなやつをこうギュッて差し込む。そうなんだ、うん、あ、じゃあこれとはちょっと違う感じもあって、ね、これ賢いよね。ねえ、すごいよね。それこそ祇園祭りの山と鉾も釘使ってないですもんね。そう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 、そう。でもね、なんかね、木製のもんってなんかほら、うん、あの早くダメになりそうな気がするけど、うん、あの普通に長持ち、普通にもうね、100年ぐらいの旗とか平気であるもんね。あっちとかでも増谷高雄さんにも100年以上経った旗があるってことですね、うん、もうなんか余裕で編み物と織物とっていうのの違いみたいな感じで、ね、すごい綺麗。これはもうまさに平織りでございます。まさに平織り、はい、こっちはこれはアヤでしょうか。アヤ織り。こうなんてアジロですが、そうでしたから。こそこそアジロって答えが言われましたね。アジロ。組織的に言うとね、こう斜めに上がるっていうの、こう、あ、こうじゃない、こう、うん、あのシャモンって言って、うん、これできるんですよね。はい。かっこいい。かっこいい。お部屋のゴミ箱も一個こういうのがあると、ぐっと和風で素敵になりますよね。インテリアにね。懐かしいね。懐かしいですか。懐かしい。なんで懐かしい。あったもん、どこの家でも。あったこと、今もありますか、うち。うち今も昔の庭にはあった。ありました。この人、この人いらっしゃった。私よく京都のお寺行きますけど、京都のお寺でよく見てます。ありますよね。自分家にはないです。ちょうど昼が、なんか目を涼しゃしゃ鳴らしてみたいね。シャンシャン鳴らしてもらいます。今用という会を、今用部学会というところに所属しております。すごいね。時々あの白拍子の格好をして踊るんですけど、その時に鈴鳴らしますよ。すごい。いいな。鳴らし方があるんですよ。細やかにこうやると綺麗にシャ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 ってなるの。あ、そうですか。ごめんなさいね。あ、ここはすごく現代に、ね、現代生活に溶け込みましたね。うちのお香が切れてるから今日買って帰ろう。思い出しましたね。思い出しました。そして仏壇、今海外で人気なの知ってます？これ、うん、ヨーロッパでアンティークの日本の仏壇が人気で、皆さん仏壇じゃなくって、うん、なんかグラス入れたりとか、でも私小物入れに使うらしいですよ。これお菓子ですよ。お菓子。マジですか。桜。あ、ほんまや。砂糖。砂糖。アンペイ。え？アンペイ。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 ウンペイ。外国人になってきました、私たち。アンペイ。ウンペイ。すっごい。もう
し訳ございません。ふざけてるわけではございません。知識がないだけです。ごめんなさい。読めなかっただけです。読めなかっただけです。大きだ。私たちじゃないね。怒られてない。あ、よかった。ドキドキした。マスタカ。ジャズチもね。持ってます。本当、はい、めっちゃ高いですよね。めっちゃ高いです。欲しいんですけどね。なんかね、あのいろいろ家の中片付けてたら出てきて、出てきました、はい、使ってます。今紅茶入れてます。おいいですね。密閉率高いんですよね。うん、なんかすごい密閉ですね。そしてお菓子、チョコラシも素敵ですよね。お菓子屋さんによってこう後ろにこう飾ってありますよね、今ね。飾ってあるのね。確かに確かに。それかな。うん。なんかいろいろありますね。うん、大きいタイもなんか上の時登場するんです。お正月のような。なんかすみません。お砂糖がこう固まったみたいな感じなんですか。あ、そうなんですか。いいだなと思う。それお正月？お正月。ゆいの？いや、ゆいのとかそんなんじゃない。そうなんですね。もうちょっとね、お正月ごとには出てこない気がする。正月は本当のタイで出てる。あ、タイがね。本当のタイで出てる。この下にお塩が。標識。これもお夏目とかでね。お茶、茶道には。茶道には欠かせない。こんなに。ね、皇帝が標識のできるまで。すごいですよ、皇帝が。16皇帝ですよ、16皇帝。解いて塗って仕上げて絵描いて蒔絵をして固めて研いで完成。うわ、見事。いや、京都は本当に素敵なもの。はい、素敵なものになってますね。でもまだこんな量さ、あのお酒のお魚さんあるんじゃないですか。みんなすごいですね。ねえ、有名な。私ね、楽器を全然使えへんところが人生でなんかすごい損してる。あ、やだ、やだ、やばい。すごいわ。ね、やぶさめとかね、うん、ありますよね。そういうの、やぶさめの儀式とか京都、ね、私見に行ったことありますよ、やぶさめの儀式。ね、すごい素敵。そう、走りながらポーンって当たるんですよ。ね、すごいですよね。当たらないですよね。この子うちに。粘土で作った原型に石膏を流し込んで型を取り、和紙を何枚も貼り重ねます。型から外して乾燥された後、墨や朱を塗って仕上げます。そっか、こういうものだった。そして旅、あるね、これ ね、素敵なこれね、ね、それこそ小料理屋さんとかね、素敵なお料理屋さん行くと、はい、あります。祇園とかね。そうですよね。加害の皆さんの、加害の皆さんの、はい、あります。素晴らしい。主婦さんちにもありますね。うん、ありますね。なんかね、主婦さん、いよいよなんか西陣の香りがしてきました。来て、西陣の香りが、のあとは西陣織り、とうとうやってきました、ね、もう主婦さんの説明する、どこと話をガンガンこれからします。西陣織っていうのはなんかね、なんていうの、これが西陣織って言われたらそうなんやけれども、はい、西陣織っていうのは指定っていうのは14品目あるんですよ。西陣織の中に14品目あるんですか？うんうん、いや、技術がね。なんていうの、なんとなく台風でこうなんかキラキラしてて、こうこれこれって思うけれども、14ね。その中にこの年金も入ってるんですか？年金っていうのはこう私どものどっちかというとオリジナル品目だから、あのどっちかというとこう技術の種類が、うん、なんかこう割と技術の
古術の名前は西陣織、あ、こっち皇帝が出てますね、皇帝があった、あ、これ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 だいぶ、あれが14あるって、そう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 、あ、主人、主人ありますね、主人、そうそうそう、シスの上になんか織りな柄が乗ってるやつ、あー、これが主人、うんうんうん、でもこうなかなかこういうのはなかなかもうあんまり最近は難しいです、ね、言わないけど、お茶の世界でも、うん、あのお棗とか茶器を包んでるお仕覆というのがあって、うんうんね、お仕覆のお切れじわとかって聞くと、ね、なんとか感動でございますとか、なんとかドンスとか、はい、あ、それこれですよね、ガスリ織り、あ、ガスリ織りいいですよね、おサラサ、サラサとかもいいですよね、まあまあ本当ショーマンのお茶の世界はやっぱりね、あの織物を発展させた大きな要因と、あ、これ何ですか、うん、これはね、おさっていう道具なんですけど、うん、昔は竹をさ、金をさって両方あったんですけど、うん、あのそれぞれ矢、模様の元、そういうわけじゃない、これ縦糸が通ってるとこなの、縦糸が通ってる、 この間を、うんうん、縦糸が通ってるもの、そうそう、でこれであの横糸を通して、これで打ち付けるそういう道具なんですけど、あ、横糸通すのがこの火、うん、あ、そうですそうです、この火で、これはなんかドラマとかで見たことある、はい、織物の基本は縦ね、縦糸の間に横糸を通して、それを打ち付けて進む、織り進んでいくっていうのが、うん、全く基本的な道具です、これはね、あの波おさって言ってね、こうちょっとあの特殊なタイプのおさなんですけど、うちはね、よろけおさっていうのをあの今でも使っていて、あ、今日閉めてない、そう、よろけ織りっていうのをやってるんですけど、このね、あの波とよろけが一緒になったやつがうちあって、それはね、今もある、ね、昔今もあるあります、だからあれで織ることもできますし、数年前に一度織って、夏物作ったんですけど、これ今ね、竹おさ研究会っていうところが細々と、あ、細々って言ったからね、ごめんなさい、あの続けてうささってるんですよ、竹おさの製作、じゃあ作ってる人がいるんですか、あのだから家業としてはしてない、だから飽きないとしてはしてない、研究のためにどっちかというと復元したりしてる、研究家、はい、でそこがあの見せてあげたら、もうこれはここ高級ですってすげえ褒められる、これ大事に取っといてくださいね、あ、まあ、あの取っとくというかまた使います、使ってるんですか、はい、あのある限りである限りもありますね、いや黒ね、これまた染めの中でも黒は特別付き染め、特別なので、今日黒紋付き染め、先に一回こうやって色を染めるんですよ。でそれによって黒の色が違うんですよね。黒に見えて実はその下に赤とブルーが、赤とブルーが隠れてるわけですね。赤を、うん、赤を下にしたらこういう黒になるし、青を下にしたらこういう黒になるよっていう、そういうこと。赤下地の黒と青下地の黒と、うん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 、これ見る人が見たら違うんですね、じゃあ。同じ黒に見えても。同じに見えますけど、え、この黒とこの黒違う？違う違う、なんで？え、違うよ、ごめんなさい、同じ黒に見えるかも、同じ黒に見えるよ、あ、びっくりした、見える、うわ、嘘でしょ、私は違って見えてます、え、本当に？でもらいに行って、これってやっぱり技術が使われていて手がかかってたら、やっぱりなんかそれなりのお値段になってしまうのは納得しちゃいますよね、やっぱりね、だって作品だもん、どれも、うん、すごい作品、一軒一軒ちっちゃな普通の家であのやってたりするんですよ、ね、やってらっしゃるんですよね、うんうん、みんな仕事してたりするんですよね、はい、マスタカ今日ですね、うん、もう一回やってみたいね、ね、やってみたいんだな、これおセンス投げてこの上に乗ってるのを倒すんですよね、よくお茶屋さん遊びで、お座敷でね、お座敷でね、お座敷ですよね、なんかおっさんに生まれたら、おっさんね、おっさんね、強制数の作り方も出てます、作り方
へえ。工程がいっぱいあるんですよね。でその中に実物入るので、全部で30、これ何か なんか素敵な音が聞こえてるから気が行くんですけど、じゃあ後で行きましょうね。ここは風呂敷のコーナー、文化としての風呂敷って書いてありますね。なんか最近あのエコになってで、そのプラスチックバッグはやめましょうとか言ってますけど、風呂敷って何でも包めるんですよね。すごく究極のエコな文化ですよね、日本のね。大きさがいろいろあるね、できるしね。そうそうそう、サイズに合わせて必要ないから。うん、ね、そうなんですよ。袋の方がサイズに合わせられますもんね。例えば今時だったらそのワインとかを持ってく時あるじゃないですか、パーティーがあってワイン、でもワイン用の、包んでみようなんですか。そうワイン用の。へえ。あ、じゃあこれやってみよう。そう。はい。ワイン用のなんかあの包み紙とか袋がないとどうしようかなと思うんだけど、そういう時に実は私時々やるんですよ。時々やるの。時々やるんです。じゃあやってもらおう。そうでしょ。じゃ。そんな綺麗にできないですよ。大丈夫ですよ。適当ですよ。はい。適当ですよ。できるぞってところを。あ、ダメだ。ここ押さえましょう。はい。持っておきます。これでなんかねじるんですよね。うん、違う。間違えた。これの後ろに。そうだね。ああ、そうだそうだ。これだと、うんうんうん、どんなサイズの、例えばワインでも一升瓶でも持っていける。素晴らしい。これ。あ、すごい。簡単。かわいいね。どうですか？かわいい、かわいい、かわいいでしょ。結構なんかあのお茶席にお呼ばれすると風呂敷って持っていくんですけど、帰りにお土産が突然いただいたりすると、そのお土産を風呂敷で包んだりとか、最近結構使うんですよ。なるほど。じゃあしごさんもやってみます？あ、やる。しごさんもやってみます？あ、まあ、はいはい。そうでしょ、何でも包みますよ。そうなんかな、あの風呂敷は、人に物をあげるときに、本当はほら風呂敷ごとあげるんですか？風呂敷持って帰りますよね。そうですよね。で、あのやっぱり紙袋文化でしょ、今。でもあれ必ず紙袋から出して人には渡さないと。本当はね。本当はね。本当はね。いうやつ。あ、ジャルはなんかすごいいつも思うんだよね。この間全く逆に、あのそれまで袋から出してあったものを袋にわざわざあの入れてくださったことがあって、おー、うん、なんかね、まあ、いろんな変わったんだなと思って思う。お、思うが、あ、素敵、素敵にできたじゃないですか。かわいい。私もこれ見てください。あ、ボーリングの、これかわいい。ボーリングのボールなんか人にあげないけど。あげないね。あげないけど。ちょっとマイボール持って歩くときにって持たない。マイボール持ってください。あ、いいね。あ、それもいいね。こんなことすると怒られちゃうね。怒られちゃうけど、これいいでしょ。いいね。本当に風呂敷って何でもこうやってもう持ち歩ける。もう涙、すっごい可愛い。めちゃくちゃ似合う。本当ですか？本当ですか？マイボール、マイボール持って歩けます。可愛い。本当にね、エコなんですよ。本当だよ。捨てたりしないで済むから、紙袋って捨てなきゃいけないじゃないですか。もったいない。そうそう、だから。あの人に何かあげるときに、忘れなかったら風呂敷持って行って、風呂敷に包んであげるとめちゃくちゃできた人に見えますよね。確かにね。めちゃくちゃできる人に見えます。最近それを目指しております、私。そうですよね。目指してるけどそこまで及びませんけど、なかなか。なんかあの夏は、ローの風呂敷で持っていくと、うわ、何素敵じゃんっていつも思いますが。ロノ風呂敷、どこに売ってるんですか、ロノ風呂敷なんて。ありますよ、ありますよ。本当、教えてください。そう、こうちゃんとあの洗えるポリのやつも売ってますよ。あ、教えてください、本当にそれ。え、欲しい、それ。どこにあるのか、じゃあ分かりました。どこに考えます。それ欲しい。あ、分かります。だってそれ持ってたらなんかあの着物上級者っぽく見えるじゃないですか。めちゃくちゃ見える、めちゃくちゃ見えると思います。はい。
またこの YouTube でご紹介したいと思ってるんですけど、はい、これを持っていたらさりげなく持っていたら着物上級者に見えるっていうのを教えてもらいたい。一番初めにそれですよ。ロノロノロフランソナフロチキこれですよ。いいネイルはこれですよ。すごい。しゅうこさん。あ、じゃあこっちの太い方でいきます。太い。あ、多分音違うんじゃない。多分違うんじゃない。あ、響きが違う。あ、違う。違う。キーンキーンっていう。あ、すごいなんか奥深い音に聞こえる。うん、これ生地で包んだ方が。ほう。さすが。さすが、さすが京都の文化。さすが。布は大切よ。こっちや。あ、逆。こっちもさ、こっち。こっちも上かも。失礼しました。失礼しました。しゅうこさんらしい。しゅうこさんらしいです。こういう感じです、しゅうこさんは。でもやっぱり布ってこう、物を大切にしたりとかするのに。あ、そうですよね。大切ですよね。大切に。キーワード、みんなが本当教えることが。そうだし、今みたいに服さとかもね、もうあれで縫い合わせると嬉しいよね。素晴らしい、新しい発見をしました。織屋さんの違う、織屋さんの違う。増高こんなに乗せてもろてマスヤタクコーラー、めっちゃ綺麗ですよ ね、キラキラ輝いて可愛いね、可愛い、すごい可愛い、そうなんかね、この大きいの、はい、7色のタッセルで7つの幸せをゲットしよう。おお素敵マスタカということで今日第1回の収録終わりましたが、はい、いかがでした、しゅうこさん。はぁ、あ、疲れてますよね。今日疲れましたね。大丈夫ですか、ね、私のせい、ね、多分社内事情のせい、違う、社内事情なんかね、いろいろあるみたいですよ。まだまだこの YouTube 続きますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。はい、きっとチャンネル登録こうやったらここにチャンネル登録できるようになるんですかね。出てね、はい、でこれからも着物のあれこれとか、はい、ちょっとした工夫でも、あの美人着物度アップみたいな、そういうちっちゃいデータも盛りだくさんいっぱい入れていきますので、着物好きの皆さんまた見てくださいね、はい、よろしくありがとうございます。お願いします。今日散歩でした。これ見て反省して次回頑張ります。頑張るよ。